はい、今日は、京北のかやぶきの民泊されている特集、徳平屋さんと、カーラバイサーホロロンさんに来ます。はい、こんにちは。今日は、近くにある農家民宿の徳平庵さんのところの茅葺き の屋根裏の、泊まる部屋をものすごく感じがいいんで、ちょっとあの撮影訪れてみましょう。屋根裏っていうか上のね、はいはい、とこがね、ものすごく感じがいいんです。唐菓子みたいね。これはいいわ。ベトルームあベトルームあおしゃれベトルームあすごい。はあ、これは上がるんですね。ここですわ、初めて。はい、徳平庵の大将の上田さん、はい、よろしくお願いします。6年ぐらい前に農家民宿をやり始めまして、であとここの屋根裏部屋がをなんとか特に海外の人が非常に喜ぶだろうということで、この床張りを大工さんと2人で、僕がある程度作りました。そういうこと財産ですよね。まあこの男も財産ですここはね、あのどちらかと和モダンテイストにしてるんですよ。なるほど。なんかペットもいけるのか。ペットいけます。あの 犬です。猫はちょっと犬限定ですけど、大中小猫以外のペットのチェリーちゃん。お邪魔します。これちょっとまだ雰囲気がありますね。ここ徳平庵のヒノキっていう名前なんですけど、はい、床が全部総ヒノキ。総ヒノキのフローリングです。まあこれはすごい。お邪魔します。これはすごいですよ、山ちゃん。これペットはこっちだけですか。ペットはね、あの板の間全部 OK。 板の間 OK、はい、なるほど。畳の間以外、このテーブル自身がね、はあはあ、1個のテーブルとしてそのまま移動できるんですよ。はははで、海外の人とかやったら、はいはいはい、ギター持ってきてここで、あ、これ座って、ここ座って、ジャカジャカやれる。これはいいなぁ。ダンバリかな。ほんまですね、ダンバリ持ってきたらよかったですねほんまや。どこなんすごい。これすごいね、これうわぁ、すごい。床柱をうまくアレンジして、ちょっと色抜けたんで。そうです。いや、この窓とかもすごくいいですね。あ、猫が歩いてる。猫泊まれに来ない。猫猫あかんやで。猫あかんあの、これも僕が見たんですよ。うわぁ、すごいですわ。あ、海外の人にはね。そうですね、そうやね。ちょっとこっちも見せてください。あ、すごいよ、使いやすい。いいですね、ここは。バーベキューができるんですね。そうです、あのジビエのバーベキューというか、鹿珍しいな。これ味付けにして、これは鹿の焼肉として、これはバーベキュー串刺しのやつで、これで2人前ですね。基本あの、まあ、私があの箱罠とか漁師もやってるんで、で自分で、解体して、でここ自身が解体する保険証の資格を得た解体場所 でここで精肉にして、そしてこのように、お客さんに振る舞う。すごい。これで2人前でいくらなんですか。これ2人前1人3500円からこれで7000円。これご飯とかまあいろんなもの売ってますけどね。安いですね。安い。そうですね、解体料が近くなかったらかもね。そうほんまに時間があるんであれね、確か。そうです、そうです、遠いとこ離れとったらあかんやもん。ある時民衆、ある時漁師、ある時農家さん、ある時は分からへん。ちっちゃいじゃん。うわ、すげえ。
桃、梨、リンゴ、それから、イチジク、サクランボ、サクランボ、はい、トマトとかナスビとか野菜関係はもう向こうの方でいろいろ作ります。ここでよく朝ごはんを取るだ、ここで、これがここ泊まらはった人の夕食のセットみたいです。食事付きプランのね。これも、これも鹿肉。これ鹿肉ですね。これ鹿肉のロース。いい野菜がいいですね。これ全部僕が作ったんです。めちゃくちゃいいですよ。ここ前にね、はい、上田さんとこであのご飯食べて飲んでたんですよ。はいはい、その時に、なんか売られませんか、リゾットのパスタを。イタリア人か。イタリアのシェフになりますよ。あ、そうです。イタリア、シェフっていうか、ほら。お母さん。カーミー、カーミーの。それを作ってくれはってね、はい、食べると思ってくれはってね、そうそうそう、それがむちゃむちゃうまかった。本場のうちは海外の人がもともとコロナ前はもう9割が海外の人だった。だから海外の料理を僕らが日本料理で作ってあげるから、あんたらは海外の食べさせてくれと、よく遊んでます。ほんでね、ここでやはってね、はいはい、英語でベラベラ喋らんねんけど、何を言うたら全然わからない。海外のパスタとリゾットはむちゃくちゃうまかった。だから海外旅行したら気分になりますもん。これがご夫婦のご夫婦お夕食です。いただきます。これはお持ち帰り用で、あの注文聞いて出したはんねんね。できますね。これいくらなんですか。800円ぐらいです。安い。全然来てない。じゃあ、と思ってる人が多いけど、全然。あ、これ、いいわ。行く行くところだ。うちのドバイにある。あ、そうなんですか。これ、これ自分でこう、OK、あってこうして。すごいな。大工さんも忘れてた。あ、そうですね、さっき。ちょっと忘れてましたね。このテーブル、200だけで1週間かかってます。これは値打ち、これは値打ち、それ値打ちある。これ200年ねえ、ほんで重さが350キロぐらいねえ、いただけでね、京北ね、泊まるとこないと思ってはりません。はいはいはい、あるんですよ。ぜひね、ぜひぜひ、今後日本の方に力を入れて、はい、長期ステイをしてください。そうですね。で、京北いろいろ満喫してもらって、はい、そう待ってもらって、はい、大将、ここの強みっていうか、その最後の仕事で、はい、うちは8人まで、一軒一軒8人8人泊まれますので、だから大家族の人が、一棟丸貸しで、私自身が、こういうコロナ禍ではできるだけ逆に構わない、構わないっていうことが逆に素晴らしいおもてなしだと僕は思ってるので、相手からリクエストがあるまでは何もしない、リクエストがあったら即やってあげるというような形のがうちのやり方だと思ってる。構わないのが最高のサービスなんですね。そうです、ええ、今後そういう形でお客さんが増えたら嬉しいんですけど、ね、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は、山国地区にあるカヤラバイして、ここはね、クズヤブキの、お家で、中にいろりがあるんですよ。民泊を、されているところがありまして、ここに訪問したいと思います。昔ね、ここで地鶏を焼いて呼ばれましたよ。忘れられへんわ、あの味が。いろり軍団じゃなかったの。いろり軍団ですよ。そう、いろり軍団です。昔、いろり軍団だってね、それ町おこしを醤油でやってたの。で、ここで4人ここに、ほんでここで、地鶏を買うたはんねんけど、はい、それを潰してもらって呼ばれたんです。泊まらんくても鶏の料理がしばらくか。山ちゃん、今度呼ばれに行こう。来ましょう。はい、いろいろ暑いからね。全然あ、ええよ、そうしよう。よかった。この建物もう何百年ですか。いや、だからはっきり分からへんけども、江戸時代であることは、そうやろね。
文化財の人が見たら、やっぱりこの建物そのものは作りが江戸時代、カンナがかかっているということは、室町の時代だったらみんなこう、ちょんと祭りで、だからんで、世話にも入っとるしね、世話に入っとるということは盛大かかっとるやん、でもずっと室町の時代にそんなもんあらへんもん。江戸時代は盛大あったんやのか。あったんやね。それは盛大で丸の子やろうけど。パラオシの、うん、ちょっと上の山にね、山、一山凍ったとこを、下の方切ってとこに、昔その持たはった人の内神さんがおらはって、僕がもう仕事引き取ってほしいわった時に、内神さんが抜かはったんですわ、その後が結構ボロボロやったから、この小さい祠をさらにしたんですわ、ほんでまあ別に神さんおらはれんねんけど、ちゃんと、大事にしよう思ってね、神社を締め直をね、作っとうとこいっぺ指導して作りってほしいんだけどね。一緒にこうやれて教えてほしいんだけど、まだ新しい持ち柄できるし、それ10月ぐらいですね。わらできるのですや、10月ぐらいですね。10月ね、だったら、ほんでこうしてその時に、取り合い貸してもらった。ああ、そうしようか。ね、ね、山ちゃん、お願いします。中頃お願いします。これ作ったやつをこう巻きたいんですよ、君に。あ、ありません、個人僕に。そんなのはやっぱり自分らでした方がな。そうそうそう。そう。でもそんなよう、バラ、余らしね。この際を持ってね、体験で。うん。そういうことってな。一泊にもらうの？一枚。安いめちゃくちゃ安い。ねえ、京北の中でね、一番古い屋敷ってどこです？江戸時代からのが一番古いぐらいなんでね。まあまあ、そうだね。いや、ゆうべね、ゆうべどういうのさ、京北で一番古い家ってどこやろうとか言って、これ江戸時代もね。そうや。あ、これはやっぱり天井から見な。ほんまや。突き破けね。すごいな。ほんまや。あ、そう。結構今、大変。これがな、ずっと取っとんじゃん。これかて。ほんまや。取ってますやん。うん。もうすべて。丸太のこの技術っていうのはもう、その頃からあったんやね。あったんやな。これね、トイトから運んでいいんと思うよ。地元でしょ。地元で。で、中の間が古いね、ここは。そういうことね。これも全部タルキもせやもんね。そう、みんなせやもん。すごいな。こういう、こんな細い、こんな最高。そうそう。この細いの、こんな通ったんで、まあ、今やったら雪でみんな折れてしまう。無理やね。これでも、そうやね、そこ伸ばすのかもいいですよ。へぇ、これはね、うちがあるわ。これすごいですよ、山ちゃん。今度、鳥食べに来て、梅干し呼ばれましょう。楽しみや。うわぁ、陽気に、でっかいですやん。これすごい。これオスやね、うまいね。どっちが前なの？これがオスや。黒が前。黒が。かわいいなぁ。大きいね。何年ぐらい？いや、まだ今年の5月やから、生まれたのが。こんな大きくなりますの？ 7、8、9、4ヶ月。ま、卵産んで毎日。まだ産まへん。産まへん。うん、まだ産まへん。もう秋には産むやろと思うけどね。これはまた産まいんやわ。うわ、楽しみや。焦げ国庫で泣く人が産まいんや。焦げ国庫で泣く人がいいじゃん。泣く人がいいじゃん。これ何年持ちます？ 20 年後。まあ30年よ。30年もたさ。やんで、うちはいろりたいとさえね。あ、もつんやね。いろりたからもたへんやね。なんとなね、うちもんや。で、かやはみな自分で買って残しておいて。あ、そうですの。
だからあのみんな屋根屋さんに行こうとったらもうベロボに高い。海外が。このままじゃみんな自分でカットした際に、うん、屋根屋さんの手間だけです、うん。全部拭けるほどの蚊帳で集めようとら、うん、大変だから。だから屋根拭きは片面ずつ。ああ、なるほどなるほど。これサイクル何年ほど。そうそうそう。蚊帳買って。ここはもうちょっとあの、うん、段になっとるのは上と下と面を変えとく。ああ、そういうことですかね。こんな宝やね、慶応の。宝やな。宝やつは。うん、ああ、勉強になった。勉強になりましたね。もうむちゃくちゃ勉強になった。今度のあの10月を楽しみにして。そうや。いろんな話だわ。いろんな話また聞かせてください。行ってきますわ。あ こんなにね、最高な京北、まだまだいろんなことあります。こんな一部です。けど。自然の恵みを感じて生きておりますので、皆さん遊びにやってください。